卵産んだら今度は幼虫飼いして幼虫育てなきゃなぜ、どう餌運ばなきゃなんない。あ、幼虫の餌運んでるんですね。はい、肉団子にしたやつをもう一回かじり直して、今度幼虫に小分けして与えるんですね。かわいそうだけど。ああ、そうですね。幼虫が帰っちゃうと働き蜂になっちゃうと。そうです。遠くまでトレーニングできてるんですよ。始めます。狙いを定めて。風の方向も考えなきゃダメなんですね。高いところなんて余計そうですね。あれでもう落ちました。これでもう最初で聞いてきたことで落ちてるんで効果ありです。しつこくくっついてるんで、あ、これは簡単に取りますね。